Hey guys, Sel here, and welcome back to Mafit Grandora Part 3 for the Valentine's Voices. Let's get started. And hopefully we can finish all the rest of them this time. Ooh, Gorgon. I believe this is new. Ceiling getting in your way. Is everything okay? せまくるしいにも程があろう。窮屈にすぎる。せめて天井までの高さはこの倍は欲しいところだ。この私を召喚した契約者であるというならば、それくらいは何とかしてみせろ。 That looks painful. Does it hurt? エーテルの身に物理攻撃など効かぬ。 You need to go to the infirmary. Maybe you should keep your head down a little more. Damare. Hey, okay, let me see it. It's not your fault, Gorgon. It's the ceiling is that. What am I doing treating like a little child? Skoshi. Damare.我が魔眼の軽い一別でさえ貴様には辛かろう。これに懲りたら以後は細心注意しておくことだ。いかによりしろとはいえ、出過ぎた真似はやめろ。次は金縛り程度では済まさぬ。全身を石に変える。ふん。口も聞けぬか。だがちょうどいい。 貴様には今日預けておくべきものがあるからな。Oh, that was funny. Wait, her eggs? It's chocolate. 私から愚かで矮小な契約者への贈り物などではないぞ。思い違いをするなよ。これはあくまで。 姉上たちへの私からの贈り物だ。だが、私はこの姿、美しき姉上たちの前に出るには歪み果てすぎている。私は姉上たちを怯えさせたくはない。私たちが迎えてしまった最後を思い返させたくもない。故に契約者、貴様に託す。これを間違いなく。 姉上たちに届けるように。そして叶うならば、この姿ならざる形で限界した私には、大きな方でも小さな方でも構わない。I don't have the small one, sadly. もしも両方に出会えたならば、どちらにもだ。いいか、よく覚えておけ。誰からの贈り物であるのかは決して口にするな。 貴様からの贈り物なのだと言っておけ。いいな。あ、ゴーゲン。そうだ。言い忘れていたが、一口くらいは貴様がかじっても構わない。無論姉上たちからおこぼれをいただければの話だがな。Thank you, Gorgon. But really, you need to go have that bump on your head checked out, all right? Oh, that was great. あ、いいところに。マスターもちょっと手伝ってくれないかしら。ちょっぴり本気を出して作ってみたら、予想外の代物が出来上がっちゃったみたいで。あ、上、真上。あなたの頭のほら、すぐ上を飛んでる。 A UFO chocolate? Wow, a little silver flying saucer. It's zipping all over the place. 極めて特殊かつ、マハトマの恩恵たっぷりな銀箔で覆っちゃったから、魔術への抵抗が高いの。高速や停滞の術式じゃ、拉致が開かない。魔眼あたりがあればよかったんだけど、ないし。純粋な打撃を与えなきゃ収拾がつかないわ。
でもすっごくやりにくい。It won't stop buzzing around my head. I'm kind of freaking out here. 石津式はあなたを吹き飛ばしそうだし、クマラ式はあなたを粉々にしてしまいそうだし、私がパッと使える魔術だとダメね。うっかりあなたごと破壊しそう。だからお願いマスター、完全に破壊しない程度の威力の何かで撃ち落として。ガンドゥール、よくってよ。それでやっちゃえ。はあ、お見事、お疲れ様。あなたのおかげで無事に捕獲できたわ。でこれをこうしてっと。これで大丈夫、もう勝手に飛んだりしないわ。外装はちょっとだけ破れてしまったけれど、中身は問題ないはずだから。はい、これ私からあなたへのプレゼント。 Why, thank you, Helena. エレナ・ブラバツキー特製の円盤チョコレート。ええ、最高飛行速度は時速 200km よ。じゃなくて、ちゃんとカカオから作った本格な味わいなのよ。天才児たちやカルナにも用意したのだけど、飛行速度に関してはこれが一番優秀な子だったから。元気でまっすぐなあなたにはね、ふさわしいチョコレートを用意してあげたくて。 Thank you. Does the flight speed really matter for chocolate? どういたしまして。おかわりしてもよくってよ。食べ終わったら感想を教えてね。できればカルデアの書式でレポートにしておいて。実験結果は後でまとめてダヴィンチとパラケルススくんに。 What was that? Did you say experiment results? なんて冗談よ。安心して食べなさいな。でも感想が欲しいのは本当だからお願いね。Will do. I already had that one. Come on! Actually, I don't know if I have everyone that was new yet or not. ここにいたのね、hey, Chloe! ちょっとそうそう、want to have a mana infusion? お待たせしちゃったかしら。はい、チョコレート。乙女として当然のたしなみよ。Yes, but I would say you're far from innocent. 普通のチョコだってば。まあまあ綺麗にラッピングもできたでしょ。バカね、そんなに大げさに嬉しがるほどのものじゃ。ちょっと待って、あれおかしいな、なんでこんな緊張しちゃうんだろう、いつものマスターなのに。とにかく感謝だけは込めたつもりだから。いつも可愛がってくれてありがとうね、マスター。 Thanks for always being here and being helpful as well. I wish I could have brought, you know, Ilya and Miyu for you, but obviously that didn't happen because I spent way too much on Benny and Ma. Oh my god. It hurt when Tamamo Summer ended up mentioning Benny and Ma. I was gonna mention something, but I ended up getting distracted and forgot. So hey, I'll say it here.勝負をかけるわ。行くわよ、エリザ。東にブザムの子犬が泣き叫べば剣を貸し、西に生意気な小鹿が怪我すれば盾を貸す。そんな勇者は一体誰だというのかしら。ヒントは角が電撃的に可愛いってことぐらいね。そんなのクイズにもならないわね。そう、さっそう登場。いや、マッシュ、ね、エリザベート・バート・ブレイブリー。アンコールを聞いて参上したわ。I don't remember hearing any calls for an encore. You do know boy and brave mean the same thing, right? 知ってるわよ。ノリよ、ノリ。語呂が良ければ何でもいいんだってば。Oh, yeah. で、そうじゃなくて、今日はそうじゃなくて。はい、これあげる。
どうせ誰にももらってないでしょ。Kind of late to the party on that. メンタルを守るのもリーダーの務めだものね。僧侶役なんて勇者である私からしたらクラスが違いすぎてノーサイトだけど。まあ、あなたの喜ぶ顔は割と悪くないしね。仕方ないから余り物で用意してみたわ。Why, thank you, Ellie Brave. This is a ring, right? Are you sure I can eat it? Is this a hero's orb? そうよ。一番いいものを素材にすれば喜んでもらえるかなって。あたし、こういうの初めてだからよくわからなくて。たまものやつ、タコと赤いのはやめておけって。とにかく勇者として気持ちは示したから返事は宿屋で待っているわ。 We'll always be together, don't worry. 自信作だから小さいけど大事に食べてね。 I will. Thank you very much. I apparently already had that one.アルストのチョコレートをお送りします。 Straight to the point, huh? やはり使えるものとしては敵将の首型チョコがふさわしいかと思ったのですが、皆から死ぬ気で止められまして、ともかくこのチョコ、精一杯の思いを込めました。この切れ足なら人一人くらいなら切れるはずです。Thank you very much, Ushi Wakimaru. Now, this is Jalta, right? Now it's Squirtoya, right? Chudan には味に深みを出すためにバニラアイス。そして上段にはアイスの王道バニラアイス。Okay, I get it. You like vanilla ice cream. なかなかのバランス感覚ですね。このバニラの山を中心にフルーツ、チョコクッキー、クレープ。そしてブルーミントのトッピングできました。完成です。これは素晴らしい。ブリテン国宝級と言わざるを得ないでしょう。私もつい味見したくなりますが今回は我慢です。何しろ年に一度のバレンタインなのですから。 Man, this is awkward. あ、マスター、もう来ていたのですか。こんな近くに来るまで気づかないとは。申し訳ありません。つい夢中になってしまって。That's okay. I only just got here. What are you making? もちろん、あなたへの贈り物です。優勝トロフィーのようなものですね。これまでのあなたの功績を私なりにねぎらいたい。そう思って、とっておきのごちそうを用意しました。失礼ですよ、フォー。私だって手先は器用なんですから、一度味わった料理ならきっと再現できるはずです。フォー。ではマスター、ここまで一人で来ましたね。あたりに他のサーバントなど存在しませんね。ではどうぞ受け取っていただきましょう。これが浜辺の王様邸のオリジナルフレーバー、ブルースカイバニラマウンテンです。 Why, thank you, Squirtoria. Ooh, nice. It's not chocolate. It's just regular old ice cream. はい、私がウォーターブリッツで優勝した際にいただいた、私が知りうる限り最高のごちそうです。これを食べた時に思ったのです。あなたと一緒に食べていたらもっと美味しく感じただろうと。まあ今回はその夢を叶えさせていただこうかなと。ほら、私も頑張りましたし、ビビアーンを何度打ったかわからないほどですし、ええ、それぐらいは役得ということで。では手前からどうぞ。私は奥からいただきますので。
食べ終わったら水着に着替えて遠泳ですね。今日は思いっきり遊びましょう、マスター。 Thank you very much. Now there was a joke I was gonna say about how Valentine's only comes once a year, but then I thought about what I was about to say and I decided against it. You guys can potentially guess what I was gonna say, judging by what I've said about some other things here and there, so yeah.That's all I'll say about that. ごきげんよう、Martha? マスター。忙しく飛び回っているようですが、お時間はありますか？カルデア内の行事に参加しているあなたには、今さらに言うまでもないでしょうけど、ハッピーバレンタインです。ささやかなものですが、チョコレートなるものを混ぜて、ビスコクトゥスパニスを焼いたんです。今風に言うとビスケットというのでしょうか。 Thank you very much, Martha. バレンタインの起源についてはご存知ですか？バレンティヌスの殉教に端を発するものですが、へたれながら根性を見せまたい尊き殉教が愛をつなぐ日となったこと、彼も喜んでいるでしょう。本来的に言えば、古きローマ神話にこそ由来するというべきなのでしょうけれど、ええ、ここはぶっ込み決めたワレンティヌスを褒めておく。いえ、彼の殉教が古き婚姻の女神への信仰を残すという良き結果を導いたのだと称えるべきでしょうか。どうあれ、人々に笑顔が広がるのは良いことです。はい、何です？私のチョコクッキーが何か？ダンベル？クッキーの山にダンベル混ざってる？クッキーにダンベルが混ざるとか、何それ、悪魔案件？そりゃ確かに普通にクッキーを作っても他の人たちにインパクト負けすると思って、超高密度の1トンチョコダンベルとか勢いで作っちゃったけど、贈り物用の包みに混ざるわけ？混ざっていますね、見事に。ああ、もうこれだから大雑把、大雑把なのです、仕事がいっつも。っていうか、たった一人用の料理とかまだるっこしくて無理。私、みんなで食べる家庭料理が基本だし、ちまちました料理とか専門外だっつうの。あ、失礼、私ったら混乱のあまりはしたないはい、そんなわけでやり直しましょう。どんなに硬くてもチョコはチョコ、味は変わらないから安心してください、マスター。根性と気合、信念と努力があれば、どんなものでも美味しく食べられるはずです。どうか残さずきれいに食べてくださいね、マルタからのお願いです。 Oh, I will. Don't you worry about that. Okay, now this one has to be Jalter, right? I can't be wrong all the time, right? I don't like that sound I'm hearing behind me. Oh, it's Passion Lip! Gee, that's strange. There's no one here. Did you really think it would go like that?I'm not feeling guilty. That's okay, I'm sorry I scared you. いえ、私の方こそ、いつまでも勇気が出せなくて、
こっそり尾行するような真似をしちゃいました。でもマスターさんが見つけてくれたので助かりました。ありがとうございます。ちゃんと叱ってくれて嬉しかったです。それでですね、今日は待ちに待ったバレンタインだから、覚悟してください。私の全力受け取っていただきます。A parfait with so many yummy looking ice cream cubes. はい、ちゃんとしたチョコレートも考えたんですけど、私だとうまく作れなくて。でもそんな私に友達が教えてくれたんです。持ち味を生かせって。どうでしょう、美味しそうに見えますか？ Definitely, it's like I'm seeing a whole new side of you too. By the way, why are you wearing that dress? これはその話の成り行きというか、私はチョコだけでいっぱいいっぱいなのに、キャットがどうしてもって。ムー、貴様の力はそんなものか？それでは冷凍マグロすらあくびの後エーミーしよう。もっとこうマスターへの思いの丈を込めるのだ。ギューッとギューッと手をつなぐ恋人のように。はい、こうですか、キャット師匠。まるで足りぬ。ベーリング海をなめるな。カニの甲羅を破るほどの熱さがなくてどうする。もっとギューッと網からハーグ、そして捕獲したカニはどうする。そう、キスしかあるまい。目の前にごちそうあらば誰であれブワイとする。だ、大胆だね、キャット。でもその気持ち私もわかります。こうかな。キューキュー、素材の旨味を凝縮したキューブの完成だわ。さあもっともっと作るがよい。その味はリップにしか出せぬゆえな。イエスさん、師匠、なんだか自信が出てきました。パッションリップ、いきます。うむ、リップは一途だがネガティブ思考ゆえ一心不乱に調理にかまけた方がいいぞ。しかしこれではちょっとおしゃれな練り物レベル、乙女力はやや低い。パティシエの腕の見せどころなのだが、これをこうしてと、バランスが難しい。そして面白みがないのも事実。ここは木をてらって煮干しインカ。いや冷静になれ、あたし今は暴力の時代ではない。ライバルの失敗を狙うのはタマモ族の宿和といえ、今日の私はリップの先生、自重せねば。ふう、いっぱい作っちゃった。ん、キャット、何をしているの？ん、何って盛り付けだが、パフェにさくらんぼは外せないよ。なーに、これくらいのお手伝いは許されよう。何しろリップの一世一代のアタックだからな。私も今日だけはサポートに徹するのだわ。ご主人なら喜んでくれるに違いない。おっと、だがこれには交換条件がある。その服の色はいまいちバレンタイン向きではない。銃器系乙女の渾身のぶちかまし、木のドレスで渡さなくてなんとする。 Heavy equipment. Which equipment you talking about here? Her hands are her plot. ということがあって、それで今できる一番の礼儀を選びました。うん、恥ずかしいけどこの服でよかったです。マスターさんに褒めてもらいましたから。 And I'm glad you have such a good friend.私にはもったいない素敵な師匠で友達です。
それでは私はこれでキャットに報告がありますので、美味しく食べてもらえれば嬉しいです。後で感想聞かせてくださいね。 I will. Thank you, Lip. All right. Now this is Jolter. One of these times I will be right. ごきげんよ、Steno. マスター、The one who spooked me instead of me getting, you know, the status out of my ex. ところで、今日も素敵な日ね。外は毎日吹雪で、出かけられるところといったら得意点ですけれど、こうして世界が終わりゆく中にあっても、ここは穏やかな空気が残っているわ。祭りを祭りとして楽しみ、悲劇を悲劇として痛む人たちの心が生きている。私は人間嫌いの女神だけれど、それはそれとして、それは素敵なことだと思うのです。はあ、反応が悪いのね。ここは魅了され直しました、ステンヌ様。どうかまたかぐや姫並みの無理難題を押し付けてくださいと喜ぶところなのに、まあいいわ、そういう人だものね、あなたは。どうぞお受け取りくださいな、鈍感な人。ありがとう。あなたが唯一の本命、真に愛する相手ですなんて言えればよいのでしょうけれど、今日ぐらいはざれ言は控えておくわ。見ればわかるでしょ、そのチョコレートはいくつか作ったうちの一つに過ぎないもの。でもマスター、私たちをよく愛すること、そうすればいつの日か私たちのうちの誰かがあなたを真に愛する日が来るかもしれませんわ。メイ？ I mean, come on! Don't you already? Totally! Penthesilia, have I done you already? I don't know. Master! Master! I knew it! Astolfo was part of this! Chokchi! Fuyu! Yahoo, Master! Gokigen ikaga kana? Yahoo! Nobody in the halls, remember? だって嬉しいことがあったんだもの。だったらしょうがないよね。というわけで、はい、チョコレートあげる。こう見えてお菓子作りは天才的というほどでもないけど、まあそのなんだ、そこそこ、たまーに、ごくごくたまーに材料忘れちゃうんだけどさ、砂糖とかカカオとか。今回はジークフリートにレシピ通りに作っているか見張っていてって頼んだから全然オッケーさ。さ、僕の真心とか込めたチョコレート受け取ってください。 Sure thing, why not? どう？どうどうどう？かわいいでしょう。素敵でしょう。キュートでしょう。いやー、照れるなじゃ、マスター、またね。またね。 Come on! Someone I've been saying that a million times over. マスター、oh, you start. Okay. 何してるのよ、こんなところで。完成室にいなければ部屋にもいない。食堂にもダヴィンチ工房にもいないんだもの。もしかして散歩のつもり？とことこ歩くだけならトレーニングルームで十分じゃない。 No, I'm not out on a walk. じゃあ何よ。物欲しそうに廊下をぐるぐる回ってるなんて挙動不審者そのものなんですけど。は？そういう意思たるこそ怪しい？用もないのに話しかけるキャラじゃない？
またカルデアの機材を壊しちゃったから、その修理をさせに来たんだろうですって。それはまあ、今まで何度か助けてもらったけど、今日はそういうトラブルは抜きっていうか、私があなたに声をかけたのは朝の挨拶的な意味だけど、でもそれとは違うものというか。Aha, okay, hand over the chocolate. Now wait, are you here to give me a gift, goddess? チョークか！ストレートに来たわね。そういえば、そういうやつだったわ、あんた。まあ、そりゃね。私だってバレンタインぐらい知ってるし。何かしておかないと後で後悔しそうだし。日頃の健闘を称える気持ちなら少しだけあるしで。出し惜しみしてもしょうがないか。出だしで負けたわ。なんかこの霊気になってから冴えないのよね、私。甘くなったというか、責められても嬉しいっていうか。まあいいわ。はい、これ受け取ってマスター。現代人のあなたに合わせて私なりに工夫してみたの。見た目も味も特攻だって最高のはずよ。Are these your gems? Yep. Talk about rich. Does this really qualify as chocolate? でしょでしょ。我ながら会心の出来よ。笑う角には福来たるって言うけど、私の場合、綺麗なものにはボーナスありってね。あなたにご利益がありますように、欲望込みで真剣に作ったの。何に使うにしろ、お財布が豊かなのはいいことでしょ。マスターが潤うなら私も潤う。マスターがお金持ちならその分私の育成もはかどるし。 But I've maxed you out. Thanks, Easter. I love it. This is really nice of you, but I'm not sure how I feel about it. さて、それじゃあこの後どうするの？見ての通り、私は退屈を持て余しているのだけど、バレンタインのチョコを受け取っておいて、これだけってことはないものね。一流のマスターにふさわしい、とびっきりゴージャスなエスコートを期待しているわ、マスター。 That's the first time I've ever been called a first rate master. Alright, thank you, Easter. Jolter.あら、マスター。 Anger this Medea. 物欲しそうな顔をしてどうしたの？お腹でも空かせているのかしら。 Yes, I want you. 私のマスターともあろうものが、くだらないイベントに浮かれてうろうろさまよっているなんてないわよね。なんて嘘よ、嘘。バレンタインデーでしょ？わかってるわ。あなたが可愛いからちょっと意地悪してみたの。はい、どうぞ。つまらないものですが、チョコレートの錬成なんて初めてだったけど、栄養素と幸運上昇だけは保証するわ。え、バレンタインのチョコはそういうマジックアイテムじゃなくて、愛情がとにかく大事なもの？それは当然でしょう。できるだけ感謝を込めて作ったのだもの。言うまでもないことですけど、あなたは私の大切な妹分なんだから。No, I've been little sister zoned. Oh, come on, don't do this to me. Don't play with my heart like that. And I just realized that since they all still show up basically at the bottom as complete, obviously that bar would never change.So until the received chocolate from someone disappears, I won't be knowing how far we are. We're already on 34 minutes again? Dang, time goes by when you're doing this. Jolter. Yes, I can finally stop saying Jolter. So, are you gonna say something or you okay? You haven't said anything for a whole hour.よし、決めた。決めたわ。別にどうってことないし、たかが歌詞の話だし。決めてしまえばなんてことないわよね、これ。ずー
わけで、はいこれ。Thank you very much. Yay, chocolate! たかがチョコレート菓子に禁忌弱薬するとは、バカバカしい。さあ、早速開けてごらんなさい。そして、この嫌がらせに震えればいいわ。Oh yeah, I remember what I said now. It looks really nice. 待ちなさい。私は嫌がらせに震えなさいと言ったのだけど。いい？これを見なさい。私の顔よ、顔。多少単純化されているけど、立派にそう見えるわよね。うん、であれば、私をかたどったチョコなんて食べたくもないのが当然でしょ。チョコは美味しいのに、私の顔になっているせいで台無し。Oh, please, I would love to devour you. Right here, right now. And I just thought of something really, bad. What do you mean, Jalter? I'd love to have you inside of me. I mean, if you did the cookie, then yeah, she would be inside of you. I don't think I thought of that last time I saw this.I know the whole I would love to devour Jalter thing came up. Well, something similar to it. Looks great, don't mind if I do. Yeah? Usso. Yada, shinjiranai. Anata, sore demo ningen desu ka? Oishi? Watashi no koto, oishi desu ka? Yes, you're tasty. I love the taste of you. 覚えておきなさい。この借りは必ず返すわ。Don't worry, it's already past time. 竜の魔女のチョコを食べたなんて、呪われても仕方ないですからね。ふんた。Don't worry, I'll devour the dark witch anytime. It's way too easy with Jalter. Way, way, way too easy. Oh boy.Hey, Jalter and John! It's like it was meant to be! I've only got Lily before Jalter. Then it would have been a perfect trio. And John Summer as well. That would have been just magnificent. チョコレートです。Thank you very much, John. バレンタインのお祝いに便乗して、普段では言いづらい気持ちを伝えます。その、チョコレートに面白みがないことは自分でも分かっているので恥ずかしいのですが、改めて、あなたの日頃の努力に敬意を、私たちの関係がもっと続くよう、日々努力させていただきますね。I do gotta say though that how the heck did I get Jalter and John back to back? Like seriously, I'm doing this randomly. So how I got both of them together on random pulls is really, really weird, but I enjoyed it completely. Because it's like it was meant to be.Now again, if I got Jalter Lily along with Summer Jean and Summer Jalter all together, then I should go play the lottery if that had ever happened. Obviously it would never, but... You never know. Wait. I don't have Osaka Behime. And this is the exact same place. Is this Mach 2? Is it?Where am I? Sai. ここにいるのは分かっているわ。マスター、どこにいるの？マスター。出てきなさい。そして私の体を磨きなさい。今日のヤスリ掛けは、右スカート上部走行400平米分よ。
3時間は覚悟なさい。 Wait, this is Giant Mach 2. Oh no, please don't let these chums be what I think they are. いつまでもサボっていないで、仕事をして。私のボディのケアも、マスターの役割でしょ。 Yep, it's Giant...The giant Ellie-chan?呆れた。昼間から熟睡とはいい身分ね、マスター。私が起こしに来なかったら、夕方まで寝ていたわよ。せっかくの祭日を寝過ごすつもり。A normal Mach 2, then it was just a dream.ええ、やめろ、オッキーぶっ飛ばすぞとか、キャップネザー社の出番だとか、愉快な上言を口にしていたけど、ちょっと観察しがいがあったわ。けど本当にひどい顔色ね。まるでペンキの剥げたボストのよう。チョコレートに潰される夢でも見た？それともチョコレートの講習台に立たされる夢と。I talked about rubbing up your, on your body. 他のサーバントからもプレゼントをもらうんでしょ。私でさえ数を把握しきれないのだもの。いちいち食べていたら、それこそ体調が破壊される。That's okay, I'm used to it. I didn't actually get that many. そう。あまりもらえていないの。私のマスターのくせに。人気がないのね。下手者好きだからそうなるのよ。自分の性癖を少しは思い知ったかしら。Have I been caught? それじゃあ、はい、これあげるわ。What fetish is she talking about here, girl? 何これ？なんて顔をしないで。見ればわかるでしょ。シートベルトよ。私はチョコレートなんて一過性のものに関心は持たないの。でも今日は祭日だから、必要なものをあげるのにはいい機会だ。 So you want me to ride you with that seat belt? 今は必要のないものだけど、私のマスターであればいつか必要になるものよ。その時安物を使われては困るから、余裕を見てはデザインしていた。 So you do want me to ride you. というわけ。サイズは合っているわ。触り心地も機能性も S クラス。よかったわね。じゃあさよなら。私はチェイテ城のフレームの様子を見てくるわ。Thank you. I promise we'll keep it safe until the time comes to use it. ええ。その時を楽しみにしているわ。私のマスター。That's all I can get from that, is that she wants me to ride her. That is legitimately all I can get from that, with that seatbelt. Okay. Oh, Scotty! Oh, yeah? Dareka to omoe ba, Master ka? Kayou na basho made nan no you da?ここがいかなる場所か知らずに踏み入ったのか。ここはそう、北欧。Oh yeah, I know this place very well. 我が世界。あれに似せて作らせた箱庭。私のためにと割り当てられたシミュレーターの領域だ。目に見ているもののうち、実際に足を踏み入れられるのはこの城のみ。まあよかろう。望むならば大橋を渡れ。私はお前の入場を許すよ。It looks just the same, man. 来たか、マスター。How'd you know? わざわざシミュレーターなどに足を運ぶなどと、随分と暇なのだな、お前は。何かを期待しているのか。そうとも、私はお見通しなのだ。人が何を考えているかなど
たやすく理解できる。 I just wanted to spend time with you. Is that so bad? 冗談だ。もう一人の私から聞いているぞ。聖バレンティヌスなるものにゆかりあるとかいう異教の祝祭の日なのだな。ここまで来たということは、なんぞ期待しているな、マスター。よい、許す。ならば私はお前にこれをくれてやるとしよう。 What has the great Scotty given us for Valentine's? I figured as much. 氷菓子だ。味わって食べるがよいぞ。何、我が魔力を持って一息に作り出してみたものだが、すでに味見は済ませているゆえ案ずることはない。ありがたく味わえ。すまぬな、これ以上の言葉を私は持たぬ。スカサハスカディは持てる限りの愛のすべてをあそこへ置いてきた。バレンティヌスの祝祭が愛をことほぐものならば、私は、この私はきっと何もかもを忘れて楽しむことはできまいよ。言葉のみで愛を語ることはできようが、それはあまりに空虚に過ぎような。ゆえにすまぬ、許せ。これなる氷菓子には思いを込めたが、いや、無粋だな。改めて、すまぬ。It's fine. とくと味わえ。もう一人の私と共に研鑽を重ねた我が氷菓子。Okay, I'll make sure to savor them. Thank you. Well, then I'll just have to get you to make me more, don't won't I?